経営再建中のいわゆる日の丸液晶企業ジャパンディスプレイは中国のファンドから600億円の金融支援を見送る通知を受けたと発表しましたまあ現在までに4600億円以上の国民のいわゆる決税が投入されているわけですけども今のような現状に追い込まれていることについて率直にどう捉えていらっしゃいますか この件に関しましては私どもとしては遺憾でありまして何としてでも業況を立て直してですね早く皆様のご期待にお期待したいジャパンディスプレイは中国のファンドハーベストグループをはじめとする企業連合からおよそ800億円の金融支援を受ける予定でしたしかしそのうちおよそ600億円を出資するはずだったハーベストから 支援を見送る通知が昨日届いいたととうことです当面資金繰りは問題なくハーベストとの協議は続けるなどとしていますが経営再建の行方は不透明感が増しています